はい、皆さんこんばんは、キースです。では、ジャックジャンの続きからやっていきます。よろしくお願いします。秋公演ですね。奏者のためのね、新しい役、フィガロがね、生まれてですね。なんとか、戦える体制になってきたところですね。あと公演まで2週間、やっていきましょう。今日はお出かけですね。どうしようかな。あ、そうちゃんじゃなくて、すずくんあるね。じゃあ、すずくん行きましょう。まあ、すずくんも悔しいと思うけどね。怪我で出れないのは。お、何してんだ？怪我大丈夫？あれ、すずくんストレッチ？足は大丈夫？おお、経過良好でさ、あ、よかったね。これも病院で教わったストレッチなんだ。カーフレイズっていうらしい。筋トレしてんだ。リハビリ的なもんかな。壁を支えにして、かかとを上げたり下げたりするだけなんだけど、結構きついんだわ。ちょっとやってみようかな。これはね、やったことあるね。割ときついよね。結構ね、ダンベルとか持ってやると余計きついですね。カーフレイズは。本当だ、結構きつい。だろだろ？すずくん、これやりすぎてもダメだよ。的確。まあ、ちょっとオーバーワークするからね、無理して、すずくんは。止めてあげないとね。無茶してまた怪我再発させちゃ意味ねえもんな。そうそう。でも、じっとしてるのもきついからさ。今の俺に合ったトレーニングの方法を永山先生から教えてもらうつもり。永山先生なら力になってくれそうだね。だろ？やれることをやれる範囲でやっていかねえとな。うん。この怪我とは多分これからもずっと付き合っていかなきゃなんねえだろうから。ああ、もう相当ね、古傷なんでしょうね。そうだね。しっかりまあ筋肉つける感じかな。あと柔軟性と。さあ、13日。鈴くんもね、努力してますね。怪我しても。めげずに。さあ、今日もお出かけです。さあ、今日も鈴くんですね。行きましょう。バッチが得た。行きましょう。で、暴れてんな、コントローラー。はい、コントローラー。コントローラー。よし。行きましょう。お、今日は上機嫌。あれ、鈴くん、ウェアを着てどうしたの？よ長山先生にトレーニングつけてもらうんだ。今の俺に合ったやつ、あ、昨日言ってたやつだ。もう実践するんだ。早いね。どんなことするんだろう。お前も来る？あ、行く行く。これはこれは。よく来たな、立花も一緒か。いや、今日も長山先生、いい筋肉ですね。見学させてもらいに来ました。見学と言わず参加するといい。二人でやれるトレーニング法もある。じゃあ、ぜひ。お、立花と組んでトレーニングか。まずは折り巻き、座って足を伸ばせ。ストレッチか。うっす。そして立花、折り巻きの足の甲に手を乗せろ。足の甲、こっち側ですね。そのままゆっくり外側に向かって押す。はい。折り巻きはその力に逆らうように内側に力を入れる。ああ、太ももの筋肉来たらですが、内側の。よっと。あ、押され負けちゃう。力入れすぎたか。息合わせないと難しいね。声出していこうか。おう。結構きついよね、これ。いろいろ教えてもらって勉強になったね。すげえ楽しかったわ。おう。すずくん、楽しかった。また一緒にやろう。うん、そうだな。なんだなんか意味深なんだけど。まさかもうバレてんのかな。すずくんにバレてんのかな。女子ってこと。ああ、さあ行きましょうか、じゃあ。ランニングですね。していきましょう。これはもう連続レッスンで行こうかな。さあ今日も走るぞ。ずっと走ってんな、さっき、最近ほんと。陸上部だな、ほんと。お、新しい台本できたよ。早いね。いや、これあれだね。フィガロー用のやつかな。はい。さすがっすよね、次先輩。何せ、夜長宗四郎先生の助けがあったからね。あ、そうなんだ。やめてください。大したことは知っていませんから。おっと、かわいいぞ。頬染めてるぞ、そうちゃん。まあ、そうちゃんそういうの得意だからね。脚本家とかにもなれるんじゃない、そうちゃんは。大きな変更は2つだ。はい。まずは、狩人を若い双子に変更。名前はシャルルとフィガロだ。はい。ジャン・ホセとシャルルは個別に行動することが多かったけど、シャルルとフィガロは違う。まあ双子だから常に一緒って感じ。双子だから関係が密で、何をするにしても一緒に行動。本当だ。
ジャンホセが一人で行動してたシーンも二人でいる。かなりってかもう全く変わるんだね。フィガロ、頭良さそうなとことかずるいとこはジャンホセに似てんのに全然違って見えるな。うん、おい織巻、どうした美月先輩。なんすか白田先輩。配役をしっかり確認してから台本を見ろ。配役？何？鈴くんだ。鈴くんがいる。マジか。どこ？本当だ。ハチポチって役で鈴くん出れるじゃん。マジか。よかったね。本当だ。鈴くんの名前がある。足大丈夫かな？え？何？どういうこと？鈴くん、配役に名前があるよ。出れるよ秋公演。え？は？本当だ。なんだこれ。いやネジ先輩が作ってくれたんだね、鈴くん用に。ハチポチ？誰？新キャラ。大きな変更のもう一つは新たな役の追加だ。さすがっすよ、ネジ先輩。織巻くんには僕や白田くん、大鳥くんと同じ教会のゴーストをやってもらう。あ、ゴースト役なんだ。大きな声で人をびっくりさせるのが大好きなゴーストだ。ぴったりじゃん、鈴くんに。多いな。声でか。ぴったりだな。ついにぴったりの役じゃねえか。本当にね、満場一致ですわ。その上、織巻くんの足に負担が少ない新設設定。さすがネジ先輩考えてる。セリフは白田くん演じるシスターゴーストから拝借しております。あ、よかったね白田先輩、セリフ少なくなったって。僕のセリフが減るってことですか。悔しいのかな。察しがいいね。初めてお前に感謝できるかもしれないな、織巻。やっぱセリフ減って嬉しいんだね。俺、舞台に立てるんすか。よかったね、本当。また足の怪我を再発させない限りはね。うん、気をつけてね、本当足は。しないっす。気をつけます。ありがとうございます。しゃ、みんなで頑張ろう。鈴くん、よかった。本当によかった。それでは稽古と参りましょうか。行きましょう。次、ゴーストの教会で陽気に踊るゴーストたち、行くよ。来たぞ、いきなり鈴くんかな。ハチポチ。織巻くん、もう一度ハチポチの説明をするよ。君は自分が何のゴーストかわからないけど、周りに犬のゴーストじゃないかと言われて犬の格好をしているゴーストだ。複雑だな。素直で元気、明るく前向き。鈴くんぴったりじゃん。うっす。そのまんま織巻じゃないか。だね。教会のゴースト歴は僕の方が先輩だからな、織巻。早速マウント取り出しましたね、おとりくん。いいね、おとりくん。わかりましたよ、おとり先輩。それでは参りましょうぞ。今宵もパーティー、ゴーストパーティー。俺たちゴースト、死なないゴースト。素敵な教会に住んでいる。美月先輩ギャップがすげえ、普段との。俺たちゴースト、陽気なゴースト。鈴くん違和感ねえな。ゴースト、トースト、ロースト、ゴースト。大鳥くんもハマってんね。今宵もパーティー、ゴーストパーティー。月夜の晩が終わるまで。真っ赤な朝日が昇るまで。いやはや、今宵も素敵な晩ですな。10秒後にはハチポチがお腹を見せて月光浴をしてそうだ。犬のゴーストと思い込んでるんだもんね。なんで俺が考えていることが分かったんだ、牛の子の兄貴。さすがだぜ、わん。ハチポチ、かわいいな。ここで犬みたいに寝っ転がってお腹を見せる。うっす。よっ。なりきってる犬に。ご機嫌なワンコじゃねえか。これなら問題なさそうだな。いや、明るくなるね、舞台が。
鈴くん出るだけで。これも才能なんじゃねえかな。鈴くんがいるだけで場の雰囲気がパッと明るくなる。これは鈴くんの才能なんだ。完全に同じこと言ってる。そうちゃん、そうだよね。でももう比べない。うん、僕には僕の役がある。僕には僕のやりたいことがある。そうね。ああ、いや、そうちゃんもね、吹っ切ってくれてよかったよ。ジェイコブの目覚めをきっかけに教会のゴーストと親しくなったメアリー。そんなメアリーの家に突然カリウドコンビがやってくる。ジェイコブはカイさんだよね。メアリーが作ったゴースト役。起きたね、カリウドコンビ。新カリウドコンビ見てみよう。元の脚本じゃジャンホセ一人偵察に来ていたけど、シャルルとフィガロは一緒。二人揃ってやってくる。はい、はじめ。おはようございます。朝食はトビウオのムニエルですか。クンクン、焼いたキノコの香りもする。おや、どちら様。でも見覚えはある。そうか、私が作ったお人形さんにそっくりなんだ。覚えているけどお忘れですね。僕はフィガロ、彼は双子の兄シャルル。こんにちは。僕らは二人で世界を旅しているんです。へえ、それはそれは。旅人さんが何の御用。ドールマンには近づくなって島の人に言われなかった。彼らは私の悪口を言う天才なんだ。バリエーションもとっても豊か。聞いた聞いた、耳にタコができるくらいにね。ドールマンの家に行けば人形の材料にされるとも言われました。で、死体で人形作ってんだもんね。なかなかイカれたキャラだよね、メアリー。それならどうしてきたの。お人形さんになりたいの。怖い怖い。困ったな、生きた人間で人形を作ったことはないんだ。ごめんね。やっぱ変なやつだなあんた。キサちゃんの役もなんかちょっとコミカルな感じになってるね。僕たちは人形になりに来たわけではありません。あなたの友達になりに来たのです。スズ君、何を思う。フィガル似合ってんぞ、ヨナガ。いいやつだな。悔しさもあるだろうけどね、自分の本来役だったからね。久しぶりの稽古楽しかった。スズ君、ずっとニコニコしてたね。楽しそうなのが伝わってきてたよ。まあな。それにほら、3人でワイワイやんのも久しぶりじゃん。まあそうっすね、ちょっとギクシャクしてましたからね。そうだね、やっぱりこれが一番しっくりくるな。だな。スズ君とソウちゃん、元通りになれたみたい。そうね、クラスのムードも上がってきた気がする。いけるぞ、秋公園だと。アンバー、みんなの表情が柔らかい。なんかフミさんが寂しそう。フミさんだけ違う。なんか問題がまだあんのか。輪の中心にいるのに一人別の世界にいるみたい。クラス優勝への思いを強くしているのかな。マジか。背負いすぎてないといいけどね、クォーツを。どうしてだろう、フミさん寂しそうに見える。まだ何かあるみたいね。フミさん、おはよう。チッス、おはよう。鈴くん、役本当に良かったよね。そうなんだよ、もうすげえ嬉しくてさ。ハチポチのセリフもほとんど覚えた。あとは体動かしながら覚えてくんな、つっても時間ねえけど。俺も秋公演の舞台に立てる。絶対頑張る。前向きだね。ふみさん気になるね。とりあえず走るか。
お、あと10日。さあ、今日は秋公演直前まで行けるかな？お、このか。一桁になりましたよ。お、鈴くん。やった、キャラボーナスゲット。キャラが出たら、もうキャラボーナスでたくさん増えるんだろうね。やっほー。お、まるまるちゃん。お、疲れいきさ。ねえ、これ一緒に食べよう。もう女子だね、完全に。わ、美味しそう。何それ？モンブランパフェクリームサンドワッフルだよ。長。え、なんて？だから、モンブランパフェクリームサンドワッフルだってば、どんな味するんだ、それ。パフェなのか、ワッフルなのか、何なんだ？モンブランパフェワッフル？モンブランパフェクリームサンドワッフル。女子だな。いや、迫ってきましたね。いや、もうなんかちょっとまだ問題ありそうなんだよな。あと一つ。なんか、ふみさん。来るか？ラストの盾、もう一回合わせるよ。袋を捨て身の攻撃で海に転落するシャルル。やめろシャルル。ここからフィガロの大立ち回り。いや、これあれです、そうちゃんの課題だよね。その身体能力的なものはスズ君みたいにはできないけど、さあ自分らしくどう立ち回るのか。ジャンホセは任務遂行のためにメアリーたちを襲ったけど、フィガロは違う。大事な双子の片割れが奪われて逆上するんだ。なるほどね。それ兄弟愛が強いのね。シャルル、シャルル。うわあ！いいよ。いいね、これ叫びの演技いいね、そうちゃん。メアリー、危ない！メアリーを助けるジェイコブ。フィガロの怒りは加速する。よくもシャルルを。許せない。許してたまるか。殺してやる。全員殺してやる。いいよ。はい、やめ。ヨナガ君、ここはカリウド最後の見せ場だから繰り返し練習しておいてね。はい。スズ君、後で盾のアドバイスもらえないかな。僕じゃどうしてもスズ君みたいな迫力を出せなくて。おう、いいぜ、任せろよ。うん、完全に関係は修復してるね。いい感じなんだけど、やっぱりフミさんかな、気になるのは。スズ君とソウちゃん、盾の稽古で遅くなりそうだから、私は別の稽古を。君から声をかけてくるなんて珍しいじゃないか、注意。おっと、ネジ先輩と田中美希先輩。ネジ先輩？なぜ？おう。クォーツに転化したんですか、ネジ先輩。そこ聞くんだ。確かにそれは以前からずっと気になってたけど。今さらその話かい。もう1年経つんだよ。俺の才能に見合う人間はあなたしかいない。ああ、認めてるんだね、ネジ先輩の才能を。田中美希先輩も。あなたの理想を体現できるのも俺しかいないはずだ。クォーツではあなたの思い描くものは作れない。うん、そうだね。高みを目指す君はいつだって僕の期待に応えてくれた。このままやり続ければ神の領域にだって触れることができるかもしれない。だったらなんで？それに比べたらクォーツなんて、あれがダメだこれがダメだのトラブル続き。人間臭いったりありゃしないよ。ではなぜ？僕は神様よりも人間の方が好きだからさ。完璧なものよりも欠けたものに面白みを感じるし、高尚なものよりも俗っぽいものに惹かれる。僕は自分が思い描くものなんか見たくない。僕が想像できない何かが見たい。なるほどね、そういうことか。そ
それを生み出す力がクォーツにはあるんだよ。わからない。あなたが考えることはいつもわからない。あの一年をジャックとして使うことだって。ああそうだね、田中美希先輩はキサちゃんをもうジャンヌ、自分のジャンヌとして使いたいと。うん、そうね、器として自分の。ずいぶん気に入っているんだね。あの一年は透明な器、人間の奥底まで映し出す。え、そんなに？結局あなたのことはわからない。話したところで無駄だった。注意。悪いが僕も立花君も君には渡せない。お、ネジ先輩。僕が卒業するまでに君にあげられるものはたったの一つ。敗北だよ。かっこいい。うん、君は挨拶しなくてよかったのかな、立花君。バレてるな。気配察するの得意な人多いな。すみません、ネジ先輩。田中美希先輩も私のこと気づいて。気づいてんだな。だろうね。だからあえて君の話をしたんだろう。君は透明な器、人間の奥底まで映し出すか。立花君って人の深いところまで潜り込んで輝く何かを見つけ出しちゃうもんね。そうなんすか。そんなことしてます？私、新人公演の織巻君も夏公演の会も君に刺激されたように普段見せない輝きを見せていた。マジか。ちょっとみんなにバフかけちゃうタイプかな。与永君が今必死でもがいているのだって君の影響が大きいはずだ。透明な器、君と組めば自分が何者なのか、何のために舞台に立つのかが見えてくるのかな。それならもしかしてふみさんも、え、ふみさんも何のために舞台に立つか悩んでんの？あ、いや、ごめん、なんでもないよ。足止めして悪かったね。来週末にはいよいよ本番だ。しっかり準備しておいておくれ。では。いや、気になりますね。もしかしてフミも？うん、どういうことなんだろう。悩んでんの、フミさん。さあ、1週間ですね、いよいよ。体力10か。まあいいや、平日休むとして、すずくん、行きましょう。俺たちゴースト、陽気なゴーストを練習してんね。あ、すずくんお疲れ様。足は大丈夫？おう、ハチポチの動き、ちょっとオーバーにやっても問題なかった。舞台に立てるのってこんなに嬉しいことなんだな。あ、まあね、ずっと出てたもんね。いい役で。あれ、悲しそう。ジャン・ホセがフィガロになった時さ、なんかうまくいけないけどすげえ寂しかったんだ。そりゃそうでしょうね。まあ自分のね、一生懸命やってた役がなくなるわけだから、うん、ああ、俺本当に舞台に立てないんだって実感湧いて、ジャン・ホセにもすげえ申し訳ない気持ちになった。俺が怪我せずちゃんと演じきることができればジャン・ホセは消えずに済んだのに、うん、だからハチポチ全力でやるわ。もうこんな思いしたくねえもん。そうね、この経験がね、生かされるといいですね。立花、俺すげえ頑張る。うん、ふ、ハチポチみたいに大きな声だね。ワン。すずくんがいるとみんな元気になるよ。お前もだよ。ん、俺お前がいると元気になるぞ。おっとどういう意味でしょうかね。恋愛なのか友達としてなのか気になりますね。さあ、今日もお出かけ行きましょう。さあ、今日は鈴くんはいらっしゃらないということですね。
ちょっとそうちゃんにでも声かけてみようかな。そうちゃん今何を思ってんだろう。たまにはね。練習してるのか。キサちゃん。よかったら今から出かけない、練習じゃねえのか。明日から劇場寄り出して少しだけ休憩しておこうよ。ああ、いいよ。どこ行く？あ、どの店もハロウィンのグッズやお菓子を売ってる。今月はハロウィンだもんね。そら確か姫彦通りのお店にも、か。どうしたの？面白いものがあるんで行こうよ。なになに？ほらこれ、かぼちゃまんじゅう。なにそれ？わ、かわいい。わ、かわいい。同じこと言ってる。ハロウィンシーズン限定のおまんじゅうだってネットで見かけたんだ。ハロウィンって悪霊を追い払うためのお祭りでもあるでしょ。狩人の僕らにぴったりだよ。ふ、ほんとだね。じゃあ食べてみよう。かぼちゃはかわいいね。食べちゃうのもったいないぐらいだね。インスタあげとこうぜ。いただきます。くんだ。ん、おいしい。お、どっかやっぷ。しっかりかぼちゃの味がするね。甘くてホクホク。ハロウィン当日には秋公演終わってるんだな。いや、どんな結果になるかな。僕もっとフィガロをよくするよ。キサちゃんの隣で頑張る。私も本番まで一緒に頑張ろう。よし。うん、元気になってくれたね、ほんと。よかったよ。あと5日、ちょっと待って、フミさんの件は解決すんのかこれ、大丈夫か。ちょっと休むわ、一旦。死ぬ死ぬ、これ。10しかね。休みまして。お、なんだなんだ。劇場。でも劇場で練習できるのかな？24日になったら、ここで秋公演やってんだな。良き舞台になるよう、ユニベール劇場の板の上、しっかりお稽古しておきましょう。お、もうできるんだ、劇場で練習。透明な器。君と組めば自分が何者なのか、何のために舞台に立つのかが見えてくるのかな。おっと、キサちゃん引っかかってるね、この言葉。それなら、もしかして、フミは？フミさんは、自分がどういう人間で、何のために舞台に立つのか、誰よりも理解している人だと思うんだけど。どうしたの、キサちゃん。あ、なんでもないよ。稽古を頑張ろう。今日の稽古はここまで。お疲れ様。お疲れ様でした。まだ引っかかってるね。ネジ先輩の言葉がずっと引っかかってる。フミさん、あれ、フミさんもういない。え、どこ行ったの。フミさんならすぐに出て行ったよ。ダンスルームじゃないの。あ、稽古終わってすぐ練習か。何か用事か。あ、カイさん。いえ、ちょっと気になっただけです。それならフミに稽古をつけてもらったらどうだ。いいんですかね。でも何か聞かれたら俺に言われたと答えればいい。カイさん、いや、カイさんも何かちょっと思うとこあると思うんだよね。なんかフミさんに関してなんか、あ、前回かな、ちょっとなんか、うん、なんかあるような顔したもんね。ジャックエースがアドバイスしてんだ。素直に言ってこいよ。そうっすね。フミさんに稽古つけてもらって、はい、損することはないだろう。はい、あざす。そうですね、わかりました。行ってきます。ネジ先輩の言葉が引っかかっていただけなんだけど、カイさんや白田先輩に気を使わせちゃったな。失礼します。練習してるね、めちゃくちゃ一生懸命。相変わらずフミさんのダンスはすごい。一人で踊っている時は特にそうだ。まあね、すごい才能を持ってるからね。まるで何かに取り憑かれているみたい。ただフミさん、なんだか寂しそう。寂しそう。
どうだった？お客さん。あれ、バレてる。ほんとみんな、ね、気配させるの、すごいな。勝手に見学してすみません。いいよ。邪魔だったら追い出してる。隣座るぜ。俺が一人で踊ってんの見たら、逃げ出しちまう奴らが多いんだけどな。なんでだろう、すごすぎて圧倒されんのかな、オーラに。邪魔したら悪いとか、怖いとか。カイだって遠慮するくらいだし。マジか。え、カイさん。でもカイさん。なんだ？カイに何か言われてきたのか？多分カイさんも心配してるんだろうね、フミさんのこと。あ、いえ。よくわかんねえけど、カイなりに気を回したのかね。ちょうどよかったわ。俺、お前に言いたいことあったんだ。何何？フミさんが私に？おう。あのな、キサ。はい。抱えすぎないようにな。はい。お前、いつだって周りのために身を削って頑張ってんだろ？秋公演の稽古入ってからは特にそうだ。誰かのため、クラスのため、ずっと走り回ってる。でもな、上級生になりゃ、嫌でもクラス背負わなきゃいけなくなるんだ。まあね、そうだね。今まさに、フミさんがクォーツ背負ってるもんね。今くらいは好き勝手やっていいんだぞ。好き勝手にやりたいのかな、フミさんは。あ、それ支えるくらいの度量はあるつもりだしさ。かっこいいな、フミさん。我慢してんのかな。お前が好き勝手やってんのを見てみてってのもあるけど、フミさんが好き勝手やってんのも見たいな。自由にやればいいんだ。自由にな。あ、もともとそうだよね。ふみさんのお家が、なんか、伝統芸能をしてて、自由がないから、自由を求めてユニベールに来た人だもんね、ふみさんって。ふみさん。でもちょっと今縛られちゃってんのかな。クラスを優勝に導かないといけないって、ちょっと。背負ってるもんな。やっぱり寂しそう。そこか？やあやあ、橘くん。あら、皆さん。稽古つけてもらえたの？フミとは話せたか？はい。フミさん、私のことを心配してくれていました。もっと自由にやっていいんだって。でも、自由でいいんだって言ってるフミさん、寂しそうでした。まあフミさんが今自由じゃないもんな。本当はフミ自身が自由に焦がれているんだろう。やっぱりそうでしたか。彼は本来堅苦しいものや責任なんか大嫌いだからね。ユニベールに入学したのだって、伝統や格式を重んじる実家に嫌気がさしたからって話だし。そうなんだよね。いつだって限りない自由に向かって手を伸ばしているような人だよ。そんな人がクォーツを背負っているんですね。ああ、だからそこがもどかしいのかな。クォーツに縛られているんですね。そうだよね。何よりも自由を求めて縛られたくない人がクォーツに縛られてしまっているジレンマ。だから寂しそうに見えるんだろうね、フミさん。美月。カイさんだってそう思っているんじゃないですか。心配してたのはそれなんだろうな、カイさんが。フミさんはクォーツのために自分を犠牲にしてるって。全部放り投げてフミさんの好きなようにやったらいいじゃないですか。形を作ったのは僕だ。でも今となってはフミ自身が自分の自由を良しとしないんだろう。自分がやりたいことを捨ててでもクォーツを優勝に導きたいのさ、彼は。それが余計に月先輩がいた時代への思いを
強くさせているんだろうけどね。まあ自分が自由にやれてた頃ね。立花月先輩の隣で自由でいられた時代ですか。月に。ああ、君があの二人の舞台を見ていたらいい影響を受けていただろうね。見たかったな。才気あふれる二人の共演は素晴らしいものだったよ。月兄とふみさんの舞台。あ、ん、皆様、本日はユニベール歌劇学校ユニベール劇場にようこそお越しくださいました。だから最初の頃の冒頭にあった感じだったっけな。確かちっちゃい頃見に行ったんだよね、キサちゃんって。月兄の舞台、クォーツ公演、これより開演いたします。そうだ、あの日私が夢見た舞台、月兄の隣にフミさんがいた。あ、やっぱり。じゃあ二人の舞台見てたんだ。左の、あ、左のジャンヌか、ジャックじゃなくてアルジャンヌなのかな、これ。フミさんだったんだ、これ。左の女性役の人、月兄と一緒にみんなに夢を与えながら輝いていた。自由だったフミさんが今はクォーツを背負って孤独に戦っている。これは何とかしないといけない。自由なフミさんが見たいです。今のままでいいんでしょうか。自由なフミさんが見たいです。自由なフミさんが見たいです。僕もだ。ですよね。フミさんは僕に、才能ある人が壮絶な努力を積み重ねて天才になるんだって教えてくれた。そうですよね。天才って言ってもね、何もしなくてできるわけじゃないからね。もう努力に努力を重ねていけるのが天才なのかもしれないね。そんな人が舞台の上を自由に駆け回ったらすごいに決まってる。田中美希先輩にね、匹敵するぐらいのね、才能持ってるから。美月、見てみたいよね、それは。そうだな。ですよね、月先輩と並んで舞台に立つあいつは暴力的なくらい輝いていた。見てえな、それ。フミがあの時と同じように舞台で全力を出せれば誰にも負けないと思う。それが田中右であっても。おお、ここナップ。僕としてもフミを自由にしてやりたい気持ちはあるよ。ネジ先輩、脚本や演出でどうにかならないんですか。ネジさんならいくらでもやりようあるでしょう。そうね、どうにかならないかね。でもさ、人から与えられた自由を海が望むかな。あー、そっか、難しいね。そうだよね、自由ってのは人から与えられるもんじゃないもんな。それもはや自由じゃないよね。深いな。海自身が掴んだものじゃないと価値がないような気がする。すごいレベルの高い話だね。それが難しいんだけどね。でもここに透明な器がいますよ、目の前に。皆さん、海に今の形を捨ててでも自由に舞台に立ちたいと思わせる何かがあれば違うんだろうけどね。自由に舞台に立ちたいと思わせる何か、ここにいますよ。自由に舞台に立ちたいと思わせる何か。僕と橘を焚きつけたな。ああ、そういうことね。フミさんの器になれってこと。人聞きが悪いな。思ったことを口にしただけだよ。それを焚きつけるって言うんですよ。でもさ、君たちも思ってるんじゃない。橘君なら何か変えられるかもしれないって。まあそうね、今まで変えてきたからね。それは。寮に戻るのかい、かい？稽古だ。何が起きても動けるように
準備しておく。おお、カイさん、かっけえ。スクォーツの器。ジャックエースだね。支える男だね。ネジさんも稽古した方がいいんじゃないですか。え、なぜに？トラブルの対応に追われて、自分の稽古ろくにできてないでしょ。人のこと動かしてばっかいないで、自分も動いたらどうです？めっちゃ厳しいこと言ってんな。さすが、美月先輩。まあ、美月先輩にしか言えないからね、こういうことは。うん、先輩には、上級生に対して厳しいこと。厳しい。よし、わかった。ならば、我がクォーツのトレゾールをお招きして、歌唱の稽古だ。え？少しだけですよ。おお。いいね、いいね。みんなで、支え合ってるね。どうすればフミさんの気持ちを変えることができるんだろう。お、キサちゃん考えてる、まだ。寂しい顔をさせずに済むんだろう。月にだったらどうするのかな。キサちゃん、また何かあったの？ワラソウちゃん、わかっちゃう？顔に出てます？そうちゃん、顔に出てたかな。そんな気がしただけ。でも、やっぱり何かあったの？そうだ、そうちゃんなら月兄のこともまとめて全部話せる。ふみさんと立花月先輩のことを考えてたんだ。月先輩。そうね、そうちゃんは一緒にね、幼馴染で、月兄とね、キサちゃんと一緒にちっちゃい頃ね、舞台ごっこやってたからね。場所を変えようか、ちゃんと聞きたい。はい。そっか、そうちゃんの部屋だ。ふみさんって強くて賢くて才能もたっぷりで、迷いなんか何一つないと思ってたよ。まあまあね、そう見えるかもしれんけどね、やっぱり苦悩はね、あるんですよね。天才でも、天才だからこそ苦悩が深いのかもしれないね。でもそういう人だからこそ背負っているものも大きいんだね。どうすればフミさんを自由にできるんだろう。孤独を取り除けるんだろう。もうだから、フミさん、フミさんが自由にやりたいと思えるような演技をするしかないんじゃない。月にじゃないと無理なのかな。いや、いけるでしょ、妹だし。そんなことはないんじゃないかな。だよね、そうちゃん。え、キサちゃん覚えてる？フミさんと一緒に双子の狩人を練った日のこと。あの時フミさん言ってたんだ、月くんと舞台に立っていた時の気持ちが蘇ったって。うん、言ってたね。双子の狩人作り、即興劇みたいで面白かったな。宗師はポンポンアイデア湧いてくるし、貴様は宗師の伝えたいことすぐに把握して、迫力ある悪役になってたじゃねえか。悪の花って感じだったよ。負けらんねえってワクワクしちまった。なんだか久しぶりに月さんと舞台に立ってた時の気持ちが蘇ったね。すげえ楽しかったよ。これだ。確かに。でもどうして？あの場所にフミさんが欲しいものがあったんじゃないかな。それって競い合える相手、ワクワクさせてくれる相手、これかな。ワクワクさせてくれる相手。ワクワクさせてくれる相手。うん、あの日僕たちが狩人を作っていくのをフミさん楽しそうに見ていたんだ。フミさんは古いものが新しく生まれ変わっていくのを見るのが好きなんじゃないのかな。うん、そうだね。うん、月くんも新しいものに溢れていて、ふみさんを毎日ワクワクさせていたんじゃないのかな。月くんはきっと型に収まることなんかない大きな花だったんだ。
だったら、フミさんをワクワクさせる新しい花になれれば、フミさんも自由にできる。ああ、器じゃなくて花なのね。うん、そうだと思う。だからこの狩人コンビが、うん、悪の花、悪のめっちゃでっかい花になればいいのね。でもそれってすごく大変なことだよ。相手はあのフミさんだからね。そうだな。でも双子の狩人を練ったあの日、確かにできたんだ。目指すのは誰にも負けない悪の花だ。そうですね、もう悪の大化を目指しましょう。悪の花、フミさんがワクワクするぐらいの役に二人でしていくしかないね。あの日、ちゃん、僕もそのつもりでシャルルを作ったんだよ。え？いつもみんなを支えてくれるキサちゃんが誰よりも輝けるような役にしたかったんだ。そうちゃん、ネジ先輩はその設定をそのまま引き継いでシャルルを描いてくれた。だからキサちゃんがシャルルに近づけば近づくほど存在感を発揮できるはずだ。それにフミさん、キサちゃんに好き勝手やっていいって言ってくれたんでしょ。だったら気にせず挑んじゃえばいいよ。なるほどね、フミさんに挑んじゃおう。そうだね、そうだ、そうちゃん、私やってみる。手伝ってほしい。そうね、手伝ってくれ。手伝ってほしい。え、いいの？いや、いいよ、もちろん。そうちゃんのおかげで自分が何をすればいいのか分かった。悪の花になるのだってそうちゃんの力が必要だよ。そっか、うん、うん、手伝う、手伝うよ。うん、手伝わせてほしい。仕方ないな。手伝ってって言われなくても手伝ってた。おうおう、僕たちコンビだしね。いいね、その意気だ。シャルルとフィガロを探っていこう。彼ら二人がどんな風に生まれて、どんな風に育ったのか、何が好きで何が嫌いなのか。すごいよね、もう作った役をさらに練っていくっていうね。すごい、なんだろうな、もう想像力がいる作業ですよね、これは。台本には書かれていない彼らの人生全部僕たちのものにしていこう。すげえな、どんどんリアルになっていくんですね。本当に生きてるか生きてたかのような、うん、感じになるんでしょうね、そのシャルルとフィガロが。そうすればきっと誰にも負けない花になれるはずだ。よっしゃ、やるぞ、フミさんのためにも。いや、燃えてきましたね。なんだ、あ、あ、フミさん、やっぱ寂しそうだね。フミさん、おはようございます。ん、おう、おはようさん。フミさん、フミさんは必ず自由にしてみせますよ。はい、ということでね、いや、秋公演のね、目標がね、うん、はっきりしてきましたね。ふみさんを解放するという、うん、それふみさんのね、もう自由な演技を見てみたい。ということでね、あと4日ですね、秋公演までなんですけども、結構時間になっちゃったんでね、すいません、ね、長くなっちゃってね、今回は、今回はこのあたりで終わりたいと思います。次回からね、秋公演入っていこうかと思いますので、よろしくお願いします。よろしければお付き合いください。では今回はこのあたりで失礼します。ご視聴ありがとうございました。